問来てた。お前本当は運転上手くなってねえんだろか。面白いやつ発見。というわけで前回の動画のコメント欄にて、実は運転が上手くなってないのではといったものがあったので、今回はそれに答えてみるぜ。確かに、いつもはど付き合いと言えるレースが多い。言うならば、アメリカのデモリッションダービーのように、誰だよブーブ君は廃車とか言ったやつ。重要なのはこれからだ。そう、一概に運転がと言っても、何で判断するか。これがわからない。ライセンスだけで見るなら、すでにオールゴールドですし、モータースポーツでも、ジムカーナや F1、ラリーなど様々あるわけで。一体、どうしたという。そうだ、あれ、があるじゃないか。デイリーレース。ちょっと待って。無案で止めるんですか。いやそりゃ止めるでしょ。なんで？いいですか。デイリーレースってのは世界中の人と戦うんです。スポーツマンシップがない人は出場できませんよ。いや俺スポーツマンシップバリバリにあります。見えた。行け。あると思うなよ。これぐらいあっちの世界では日常茶飯事。死ぬ気で来る。さっきのお返しだ。甘いんだよ。へ、これを見てもそう思えるのかな。これまずグランツーリスモのホームページに行くじゃろ。マイページを開くじゃろ。そしたらとあることに気がつかないかい。とあること。普段やらないからそうなってるだけで。マジレスやめて。で、それで出場に使う車とか決まってるんですか。そりゃあもちろんよ。なにこれ。ダッシャー。はい、用意スタート。というわけでデイリーレースの動画です。もともとデイリーレースの動画は上げようと思ってたんですが、ちょうどコメントが来たのでグッドタイミングってやつですね。中井さん、中井さん、ありがとう。フレッシュ。というわけで今はインターラゴスサーキットを攻めています。あれ今週のデイリーはインテルラゴスだっけと思ったそこの君、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。ちなみに予選はやる気なかったので適当に走りました。ここでちょっとこうやってやってパパパって言って終わり。タイムはギリギリ33秒台って感じですね。まあえて予選を遅く走って追い抜きの練習するもさもいるくらいだし。座っていこう。予選順位は8番手スタート。そうですね。うわー疲れたもん。すげーきつかったな。8番手からのスタートなのでどこまで追い抜きできるかが勝負ですね。勝負は6周あるので落ち着いていきたいところさん。ちなみになんで BRZ を選んだかというと、たまたま乗ってたからです。あ、くさ。さあスタートです。最初の1周はできるだけポジションをキープ。スタート直後は無理をしてミスをするドライバーもいるかもしれない。最初は周りの様子を見つつ2周目以降からガンガン勝負仕掛けていきたいですね。相手は CPU ではなく対人です。なんだこの加速は。アレイトブレーキング。しまった、肝心なところでアダウン。危ない危ない。でも相手のストレートの伸びにびっくりしてしまいました。でもどんなにつつかれても抜かせなきゃいいんだ。もちろんスポーツマンシップの範囲で無理なく追突やブロックはやめようね。でも BRZ のシフトタイミングがわかんねえ。悪く思うなよ。これぐらいあっちの世界では日ブトラスーパーレイトブレーキング。危ない危ない。危うく草を踏んでスピンでした。だがこっからは遠慮しねえぜ。頼むぜ8億。お前の心臓。これもしかしたらレース途中退場かもしれんわ。しまった、肝心なところでアンダウン。なんか今日アンダー多くない。勝負を仕掛けるとしたらその先の第2セクション。第2セクションは低速コーナーが続く。つまりハンドリングマシンの BRZ の特異感ってわけ。こっからが勝負どころだぜ。ここで差を縮めてストレートへの立ち上がりで一気に勝負を仕掛ける。よしよし、いい感じに詰めてまいりました。ゲロ戦確実に一つずつの勝負。次のコーナーを立ち上がってエンジン全開。相手は多少アンダー気味か。それならばブレーキングで勝負を仕掛けれるかも。行くぞ必殺だ。ウルトラスーパーレイトブレーキ。しまった、肝心なところで。ギラク、いいからスパート。いただいていくぜ。ストレートで並んで第1コーナーで勝負を仕掛ける予定でしたが、相手がミスしてくれたならこれはこれでラッキーでした。というわけで7番手に浮上。序盤で1つポジションをアップできたのは嬉しいですね。マップを見る限りでは上位3台は逃げの体勢に入っている。私を含む中段勢は団子なのでうまくいけば4番手狙えるって感じでしょうか。なんだと。危ない危ない。危うくインを刺されるところでした。そう、4番手はうまくいけばの話です。油断したらこっちが食われかねないですよ。ほんと見た感じ相手は結構ストレート伸びますよね。BRZ が伸びてないだけの可能性もありますが、空力とかの数値は変えれないからな。でもブーブ君シリーズで学んだはずだ。上昇を生かして戦うこと。私はね、こうやって生きてきたんだ。未だに GT4 をプレイしている先人の別にかけても
負けられない頼むぜ。 DJ20 ターボ、ここから第2セクションに入る。こっからが勝負どころだぜ。一瞬目で分かった通り、相手との差を縮めるならこの区間しかない。しっかりと相手との差を縮め。何？あ、ハム太郎、クソ、やられた。じわじわと笑いが込み上げてくる。タイムラグを利用しやがった。敵のリズムを狂わせるための駆け引きを駆使するのが東道塾のバトルだ。あ、インから行かせてもらいます。お、ほら、うるってレベルじゃねえぞ。と、今のデイリーベースってこんなトラップもあるのかよ。今の DJ ならレベル高すぎんだろ。まあいいや。とりあえず2周目までで2台パスできたのは嬉しい誤算ってやつですよ。前を走るのはビートルか。にしても真っ黒だなあいつ。こうにも追突しないように気をつけましょう。はえ、真っ赤じゃねえのこいつ。ビートルストレート早すぎんだろ。なんだと、前へ出たいですね。第1コーナー、勝負ですね。勝負に出た松田次郎、サイドバイサイド、押した粘る雰囲気。しかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。よっしゃ、抜けた。甘いんだよ。早めに向きを変え、ストレートスピードを伸ばすライン取り。今のはファインプレーでした。ウルトラスーパーレイトブレーキング、逃がさねえぞ。絶対追いつく。さあ第2セクションだ。ここでは確実に差を縮めさせてもらう。もうさっきみたいなトラップはないからな。全力で攻めるのに相手は多少アンダー気味か。しかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。うん、どうしても立ち上がりで置いていかれるんだよな。なんとかして詰め。しまった、リズムに乗せられて突っ込まされた。あ、危ねえ危ねえ。ここでミスったら絶対に勝てない。集中していけ。4周目突入。勝負も残り半分。ウルトラスーパーレイトブレーキ、あー脚部インテルラボスの第1コーナーってなんでこんな難しいんだ。待ってくださいよ。なんかバッチより1位との差が縮まってるんですよね。これもしかしたら、もしかするかもしれませんよ。さあ第2セクションだ。意外と上位勢との差も縮まってきた。あー、ちょっと待って、こんな こんちゃでも、ここでサイドバイサイドになるのは良くない。どうせこいつはペナルティで減速するんだ。ここでタメ張ってもしょうがないぜ。ここはラインを譲って先に行かせるべし。メラ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 。よし、あいつはペナルティで落ちた。これで4番手浮上。とりあえず目標の4番手は達成しましたね。なんだと？はえ、真っ赤じゃねえのこいつ。は、ハム太郎のストレートの伸びエグすぎんだろ。早めに向きを変えて、アクセルを踏む時間を長くする。アウトで苦しいラインだが、相手はアクセルを踏めていない。よっしゃ、抜けた。よしよしよし、カットしてストレート立ち上がり。離されたか。いや、感じる。この先にいる。見えた。ファイナルラック。温存していたものは、すべて吐き出す。勝負だ。なんだと。熱いぜ、熱いぜ、この戦い。だが、そのツッコミはさすがに無理があるよな。よしよし、マスターズはなんとか抑えた。次はあのコルベットを追いかけるのみ。追い抜きできるかどうかギリギリなラインではあるが。逃がさねえぞ。絶対追いつく。ウルトラスーパーレイトブレーキング。相手は結構アンダー気味だな。集中力を切らしていると見た。もう差は1秒以内。これならストレートの立ち上がりで勝負できる。ここからはミスなく攻めれるかが重要になってくる。こちらは理想的なライン。相手との差を一気に縮めていく。もうビッタビタですよ。ガンガンプレッシャーかけていくぜ。ほらどうした、その程度かよ。オータリーロケットの実力なんてよ。次のコーナーを立ち上がってエンジン全開。勝負を仕掛けるならここしかない。ラストチャンス。しっかりと相手のラインを見極めて。あと一つ、死ぬ気で突っ込め。あ、やめて、この連続は聞いてないっす。死ぬ気で突っ込め。あー、ゴミかせ。痛いですね、これは痛い。別に無理なブレーキングをしたわけではなかったんですが、想像以上に減速されてびっくりしました。当時脚後に繋いでやってたので、ちょっと反応が遅れて追突してしまいましたね。何はともあれ相手さん、すいませんでした。というわけでゴール。結果的には順位は4番手で終了。もう少しうまくやれれば、何事もなく3位に上がれてたかもしれませんね。未熟さも感じられるレースでした。はぁ、あ、疲れた。このデイリーのランキングを覗いてみたのですが、なんすか、ビートルしかいねえじゃん。環境に甘えるやつ嫌いなんでな。って思ってましたけど、ちょっと気になるマン。つうわけで乗ってみるぞ。これなんだこの加速は。この時点でわかる。明らかに BRZ より速い。じゃあちょっとアタックしてみるか。さあ気になるタイムのほどは、なんすか、そ
だこれ。性能差やばすぎんだろ。新たにデイリーが更新されたので、やってみることに。このトライアルマウンテンのやつって、新たにタイムを出しに行くわけですが、過去の自分はどうしてたかな。このゲームにはゴールと機能があるんですけど、普段は邪魔でしかないゴールとも、上手い人のラインやトレースすればあまり走り込みをしなくても簡単に上位行けますね。こうやって使うんだよ。というわけでトップ8ヤミキのゴーストを読み込みました。 0.2 秒早めにゴーストを出すことによりタイミングをわかりやすくしています。ちなみに普段 GT4 はハンコンでやっていますが GT7 はパッドでプレイしています。よしよしよし、いい感じに上位ヤミキカーネキについていけてるぞ。さあトンネルのブレーキング、ここくっそ難しいねんな。ウルトラスーパーレイトブレーキング。あーもうマジでパッドでやってると指が死ぬ死ぬ。あ、ちなみにライセンスの解説も出してるのでよかったらどうぞ。ウルトラスーパーレイトブレーキング。ここタイミングミスったら壁にぶつかるから嫌い。ていうか上位ヤミキヤネキ早すぎんよ。ほんと上位ランカーって何食べてるんですかね。教えてみやぞのさん。さあここ重要なところ、ここ一番嫌いなんですよね。難しいから。あーゴミかせー。ちょっとブレーキ踏みすぎました。あーもうやだー。こっからついていけないんですよね毎回。しまった、肝心なところでアンダーを。微妙にアンダー出しちゃったよ。その後、見える範囲に入るけどって感じですが、大きく離されちゃいました。前半は良かったんですけどね。後半マジついていけんわ。で、タイムは58秒399。これ以上はもうタイムでなかったのでここで終わることに。それじゃあ本戦行ってみよう。マッチングしました。皆さんよ。ちょっと待って、こんな。適正ランクどこ？ここ？まあいいや、レースはレース。しっかりやります。初心者狩りみたいになってるじゃねえかよ。死んでしまいます。じゃあ次行ってみる。ちょっと待って、こんな。適正ランクどこ？ここ？まあいいや、レースはレース。しっかりやみやみキーがいついてこれてないんだよな。死んでしまいます。ちなみにこれ6連勝目です。ずっとこんな感じだったんだよな。ここまで来ると申し訳ないのでここでやめました。というわけで質問者の視聴者さん、結果半分くらいは上位ランカーを追いかけ回せる。ただし対人のレースはまだまだ未熟な部分もあるでした。まあ上手くなってるんかな多分。